アリソン・マックはアメリカ合衆国の女優。西ドイツの北部にあるシュレース・ビヒ・ホルシュタイン州のプレーツにて生まれた。両親ともにアメリカ人であり父親はオペラ歌手であった。アニ・シャノン、妹ロビンがいる。2歳で両親ともにアメリカ合衆国カリフォルニア州ロングビーチに移った。4歳からモデルとしてテレビコマーシャルに出演。7歳より カリフォルニア州ロサンゼルスにある演劇学校に通い学んだ。彼女は1989年のコメディ映画シンポリス・アカデミーバトルロイヤルで子役として女優デビューした。2001年ヤング・スーパーマンに黒いサリバン役で出演する。2001年から2011年まで204のエピソードに出演した。主要出演者の中では2番目に多い。 シーズン8第13話パワー。シーズン9第12話ウォーリアーでは監督も務めた。彼女はヤングスーパーマンでティーン・チョイス・アワードを2度にわたって受賞。また、サターン賞助演女優賞に2度ノミネートされている。2018年4月20日、成功意目的の人身売買と共謀の容疑で逮捕、訴追された。英国の女優エマ・ワトソンがターゲットに含まれていた。 ありがとうございます。